今回はブルガリア・ビザンツ帝国戦争を解説するよ。ビザンツ帝国は780年まで約30年にわたってブルガール人を征服し続け、帝国と接するブルガリアの国境を北へ押し戻した。ブルガリア国王カルダムは領地を失ったにもかかわらず、792年にビザンツ帝国の女帝エイレーネーに対してブルガール人への年付金の支払いを強制的に再開させた。今回の解説は以上となるよ。最後までご視聴ありがとうございました。